こんにちは。2022年、ステップを中心に利益350万円、2023年300万円を叩き出している NFT ゲーマースプランです。今日はですね。 ステップ、今から始める人へということで立ち回りを解説していこうと思います。最近ね、スプラにステップ、今からね、始めてみたいんですけど、どうやって靴を買えばいいですかっていうようなお話を聞いたりします。そこの戦略をね、聞かれることが多いので、今日はね、そこについて解説していこうと思います。ちょっとね、今ね、相場が大変なことになってきているので、そこの状況も含めてね、今日はね、立ち回りを解説できればなと思っています。ということでね、スプランが今から始めるなら、この3パターンということで、何円の靴で何円ぐらい稼げるのかという イメージも持ちなながらお話でできればととと思いいますというこ一つ目は、レベル20から24の靴。これを買って消費して、レベル25で売却してエグジットしましょう。二つ目が、エスコク、ソナナチェーンで実施する。これだけでも、非常に立ち回りとしてはいいかなと、今の相場状況では思っています。あとは、こんなやり方もあるよねっていうので、合計三つお話しできればなと思うので、ぜひぜひ聞いてみてください。それで、早速、一つ目ですね。一つ目は、レベル20から24の靴を買って、消費してレベル25で売却エグジットしましょう。ってことですね。 ここここれレレレベベベルルルでで歩いいた後にににかから25にレベルアップすすするるると売ることとと売ができるようううなりままどういうことかってことをお話し,しますね一応去年、ステップをやっていて、一回撤退して、また始めようかなと思っている人は、これ知らない内容だと思います。これ以前のステップの画面なんですけど、最近だとね、こんな感じになっているんですよね。で、何が変わったのっていうと、ここが変わってるんです。拡大してみると、ちょっとね、ほら、これ色がね、これ透明、白になっちゃってますよね。っていうので、これ HP ですね。ヘルスポイントという制度が導入 されていますこれ、ま、あ歩けば歩くほど、それね、靴の耐久が下がっていくみたいな感じで、これがね、下がっていくと、実際にこの歩く時のエナジーがたまらなかったりとか、あとはマーケットで売ることができなくなってしまうんですね。なので、ここは回復させましょうということで、回復は赤色のジェムですね。コンフォートのジェムで行うよっていうのがあります。で、これをよくよく考えてみると、この時にレベル24から25にレベルアップすると、この赤ジムで回復させることをしなくても、これ、HP が完全に回復するんです。 ですね。100%まで戻るので、マーケットですぐに売れるようになるんですよ。なので、これをね、持っておくと、非常にいいかなというのが、このレベル24の靴になっているわけですね。で、ちなみに、赤ジムで回復する場合には、ステップ、最善の HP 回復方法を教えますので、ね、スプラン、これだけで話せるので、18分の動画にしています。これね、無駄なことは話していません。しかも、みんなが使える Excel も公開しているので、ぜひぜひこれを使って、相場がね、変わると、 靴のね、この価格も変わるし、この赤色のジェムの GMT の価格とかも変わってきますから、そこのあたりを含めて、皆さんがどういう判断をすればいいかという普遍的なお話をしています。去年の動画にはなるんですけど、これ未だに再生され続けて、非常にいい動画となっていると自分でも思っているので、ぜひね、皆さん見てみてください。はい。そんな感じで、一つ目のお話でした。で、二つ目が、エスコクですね。ソラナチェーンで実施するっていうことですね。これ、ソラナの価格チャートになっています。ここね、数日のお話も見てみると、こうやってね、暴落したんですよね。 で、なんでかっていうと、これロビンフットっていう仮想通貨の取引所ですね。ここで、ソラナですね、これのトークンの上場が廃止されました。 詳しいことは割愛するんですけど、これソルですね。この仮想通貨が有価証券だ、みたいな扱いをね、ちょっとされてしまって、これソルはまあ、ちょっと撤退させざるを得ないよね、みたいな、えっと、仮想通貨取引所が、まあ、一部出てきたっていうことですね。はい。まあ、まあ、実際には、ソラナのチェーン、オンチェーンで動いているので、まあ、スプランは、そんな全部が撤退するなんてことはないと思っているんですけど、まあ、ここはちょっと危ないかもな、という人も、思っている人はいるかもしれませんね。ちなみにこちらがロビンフットっていうところで、えっと、こんな感じでね、 なんか60ドルプレゼントしますよみたいな感じのキャンペーンとかもやったりしてますまあ普通の仮想通貨取引所だと思ってもらえればいいと思いますはいでちなみにエースコークで実施する場合なんですけどこれ暴落前後でのコモンクツの価格を比較してみると各チェーンでいろんな特徴が出てくるっていうのが見えてきましたでこれソナナ bsc ですね bnb スマートチェーンあとイーサリアムのチェーンでこれ ソナナのこの暴落ですね。イーサリアムとかも今暴落してると思いますけど、これの暴落前後での靴の GMT での価格を示していますね。で、これ見てみると、ソラナナ BSC イーサリアムってなるほどに、これ靴の価格がめちゃめちゃ上がってるんですね。ただね、日本円としてはこれイーサリアムのところがあまり変わらないので、まあ靴の価格が3、4万の間からまた3、4万になっていますみたいな感じなので、それだけ GMT の日本円建ての価格も落ちているんですけど、まあこれだけで見ると非常にね、 イーサリアムの方ががが盛り上がっているみたいな感じが見えます、ね、で、人口を見てみると、これ、ソラナの方が逆に多いんですよね。で、イーサリアムの方が少ないですよってことです。で、ちなみに、火付け役となった、この GST の価格の上昇と GMT の暴落とかに関するところのクジラさんですね。大口さんは、イーサリアムの方が当然ユーザー数が少ない分、まあ影響力としては強くなってきます。インフルエンサーみたいな感じですね。なので、こういった状況が起きているんだと思います。対日本円で見てみると、これ、ソラナの方 が実は一番円高ですね円の価値が高いということになりますねで一番下のイーサリアムだとこれ先ほど言ったように靴の価格が3,4万円で推移していてこれほぼ変わらないということなのでまあ、円安ですねまあ、円相応のまあ額で維持してますよってことになっていますで、これを見てみるとあ、エスコックが最も効率が良さそうだよねっていうことがわかります特に GMT r がそうかもしれないですよね GMT r は1エナジーにあるコンフォートの値があったらそれに 応じて1エナジーいくらみたいな感じで gmt を稼ぐことができるのでそんなレベル30年は1エナジーあたり稼げる gmt の数量が決まっているんだからそれはソラナの方で歩いた方がいいですよねということになると思いますまあなのでまあソラナチェーンでやった方がいいんじゃないのというのがちょっとスプランの意見になりますねまあここ数日の相場を見ているとそうだよということですであとは gst r はじゃあどうやねんということなんですけどこれは仮想通貨のこの為替ですよねが実際にはありますよね gst と gmt の日ですねこれがどうなっているのかというものもスプランは見ています。これ、数日前の動画かな ?GST と GMT ね、これいつ変えるべきかみたいな動画を出しています。ここでスプランの GST、GMT いつ変えるべきかという考え方を載せている動画になっているんですけど、これね、見てみると、GMT あたりの GST ですね。GST 割る GMT をこれグラフにしてみると、こんな感じになるんですよ。これ見てみると、1GMT を買うのに15から 18GST 必要だったよみたいな感じの推移をしているグラフになったんですけど、 この暴落落があって11ぐらいまででちたんですよすなわち、これは GMT に対して GST 高ですね。GST の価値が高まってるよ、みたいな状態になるんですね。すなわち、今ってすごく GST を GMT に変えるチャンスなんですよね。はい、というので、GST 案をして GMT へ交換するというのも結構効率が良さそうだな、というふうに思っています。まあ、なので GMT 案は1エナジーあたりにえっと GMT 稼げますよっていうのが、まあ、一定数量みたいな感じで放出さ されているのでここのね gs と gmt の日がどんどん変わってって今 gst 高なので GST テアンをして gmt に変えるというのが非常に効率がいいんじゃないかなというのが今スプランの見解ですはいということで今から始める人へ立ち回りを解説ということでお話ししてきましたこれ hp が回復できるレベル20から24のクソを買って歩いてからレベル25で売却しましょうそうすると稼いだ gst とかねその分の額だけ プラスが出ると思います。であとは、S 国の方は、対日本へでの価値が維持されやすいので、ここはいいんじゃないかなと思っているところ。あとは、GST 案をして、その後 GMT に交換するというやり方ですね。今日は3つお話ししてきました。今日ね、今からステップを始める人への参考となれば幸いです。はい。で、ちなみに、あと、スプラのパスポート NFT というものを出しています。こちら、ディスコードの限定チャンネルが見れたり、あと限定動画ですね、70本出していますね。これ、YouTube の動画ですけど、これ、普通の今こうやってね、見てるのとは違うところで出している 限定動画70本ありますあと NFT ゲームの AL ですねアローリストホワイトリストみたいなものをスプラもらったりするのでそういったものも優先的に配ったりしていますのでぜひ、ね、気になる方はこれお求めいただけると嬉しいです概要欄に貼っておきます、まあ、あとはこういったね機能ももちろんあるんですけどさらにスプランの活動を応援したいという方はゴールドのパスポート NFT も出していますのでそういった方はぜひ概要欄の方からまた見てみてください同じところにリンクを貼っておきますはい、あとは LINE のオープンチャットですねこれ無料で入れますスケアニックスさんのゲーム エミリオンアーサーが今非常に流行ってますこれスマホゲームで無料で始められてしかも稼げるみたいなところなんですけど概要欄にこれもリンク貼っておこうかなと思いますオープンチャットっていう LINE のオープンチャットがありますけどここでスクライニックスの話とかあとねまあもちろんステップンの話もしているしあとスプランがかつてねよく配信してたイルビウムとかねそんなお話もしたりしていますこんな NFT ゲームどうですかみたいな話とか気軽にしていただいて構いませんのでぜひこちらも LINE のオープンチャット入ってみてくださいあとは本当にこの動画を見ている皆さん 稼ぎたいなら、絶対にスプランの無料メルマガ登録してください。これ、NFT メタバース Web3 をしゃぶり尽くすメルマガということで、無料のね、メルマガ50通出してます。圧倒的知識が身につくし、稼ぎ方もわかるし、あとはね、もうどうでもいいんですけど、スプランの裏話みたいなものも見れるので、もうね、すでに150名って書いてるんですけど、もうね、これもう、毎日10人ぐらいかな。毎日10人は言い過ぎか。ぐらいはね、もうコツコツ増えているんで、ぜひね、皆さん、登録してください。こういった方たちとはね、差をつけられたくなかったら、ぜひぜひ登録して ください。こちらも概要欄にあります。全50通で、実はその後も続いていくんですけど、とりあえずは3ヶ月間で2日に1回このメールマガ届くので、ぜひぜひ登録してみてください。そんな感じの本日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。まだの方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの動画勉強になったという方は高評価よろしくお願いします。ということで本日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までありがとうございました。